はい、どうも、白熊先生です。今日のやばいニュースはですね、芸人そして YouTuber であるですね、フワちゃんさんがですね、ラジオでも大活躍している伊集院光さんのことをですね、いじったんですね。それに関してですね、伊集院さんがめちゃくちゃ自身のラジオ番組でフワちゃんに対して言い返した件に関するニュースとなっております。はい。これ何かというとですね、まあ、伊集院さんといえばですね、今ラジオの帝王なんて言われてるくらいですね、ラジオに定評のある方ですよね。まあ、実際問題めちゃくちゃ面白いですから。でですね、そんな中ですね、フワちゃんさんがですね、最近ね、オールナイトニッポンクロスっていうですね、新しいラジオ番組の曜日パーソナリティになることが決定したんですね。そしてですね、その記者会見の中で伊集院さんのことをいじったわけなんですよ。うん。でですね、それに関して、伊集院さんがですね、自身のラジオ番組でアンサーを返したんですね。そしたらですね、その内容っていうのが、フワちゃんに対してですね、成功者が弱者のふりしていじってきてるだけだというふうに吐き捨ててですね、さらに言うとですね、フワちゃんの一体何が悪質で、それでいて巧妙かっていうですね、フワちゃんというタレント、まあ、YouTuber のですね、仕組みだったりとか、もっと言うと、フワちゃんを許してるですね、世の中に関してもですね、いろんなことを言い始めたんですね。はい。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この伊集院さんの言うことは、果たしてですね、説得力があるのかっていうね、この辺に関して僕なりにいろいろと話を放していきたいと思います。はい。まずですね、まあ、フワちゃんといえばですね、すっかりテレビに定着したっていう感じですよね。まあ、いわゆるフワちゃんはですね、こう、こういう空気読まないキャラっていうんですか、思ったこと何でも言っちゃう、私、みたいな、まあ、そんな感じのキャラクターですよね。だから、例えばですけど、実際問題ですね、番組収録中にですね、こう、スマホで写真をね、取り出したりとかですね、動画取り出したりだったりとかして、うん。で、他にもですね、さんまさんだったりとか、ひろみさんみたいな大御所芸人さん、まあ、大御所芸能人さんに関してですね、さんまはさ、ひろみはさ、みたいな感じで、タメ口で喋ったりとかね。はい。まあ、実際までさんまさんやひろみさんもそれを許してる部分はありますけどね。はい。まあ、そういったキャラクターがですね、すっかりテレビで定着したっていう感じですよね。まあ、実際問題ですね、CM とかも結構やってるみたいですし、まあ、ほんと好感度も高いキャラクターっていうんですか？はい。ほんと認知されてて好感度も高い女性タレントさんみたいな感じになってきてますよね。で、対してですね、まあ、伊集院さんといえばですね、まあ普段はですね、バラエティ番組だったりとか、あとクイズ番組とかでですね、いろいろ活躍してらっしゃる方なんですけど、この方ですね、ラジオ番組がめちゃくちゃ面白いんですよね。はい。まあいわゆるそのテレビ番組上の伊集院さんっていうのは面白いことも言うし、かつこうね、博識、博学なところもあるおじさんみたいな感じのね、キャラクターだと思うんですけど、これがね、ラジオだとね、ちょっとね、見せる部分が違ったりするんですよね。では何かっていうと、伊集院さんのちょっとね、こう、ブラックな部分っていうんですか、こう、人間としてですね、下水部分だったりとか、下品な部分だったりとか、そういうですね、人を嫌な目で分析したりとか、そういうね、男をね、ちょっと見せてくれるんですね。で、この辺はですね、やはり、その、テレビでは見れない伊集院さんなんですよね。で、実際問題、それがすごい面白くて、まあ、ラジオとかでもですね、めちゃくちゃ評価されてるんですよね。で、実際問題ですね、数あるですね、名だたるですね、芸人さんでラジオをやってらっしゃる方が、伊集院さん面白い、伊集院さんのラジオはすごいっていう風に尊敬してたりとかするんですよ。まあ、それくらいですよ、ほんと面白い方なんですよね。うん。でですね、じゃあ、フワちゃんは、そんな伊集院さんをどんな風にラジオでまずいじったのかって話ですね。ラジオに関してって話なんですけど、その先ほど言ったオールナイトニッポンクロスっていうのはね、始まるということでですね、それの記者会見があったみたいなんですね。はい。で、そこで、まあ、フワちゃんがです、さんがですね、コメントを振られた際に、伊集院みたいになっちゃったらごめんね、伊集院みたいな感じになっちゃったらごめんね、みたいな、まあ、そういったですね、いじり方を、まあ、言ってみたら、伊集院さんにしてきたらしいんですね。はい。で、それに関してですね、伊集院さんは自身のラジオ番組でどういう風なアンサーを返したかっていうとですね、うん。ね。で、ここに関して言うとですね、なんとですね、もう実に巧妙だと。はい。つまりその、フワちゃんのああいったキャラクターっていうのは実に巧妙で計算し尽くされてると。ね。いうことをまず言い出したんですね。はい。というのは何かっていうとですね、まあ、いわゆるですね、フワちゃんさんっていうのはですね、伊集院さん曰く、今やですね、昼間の番組の情報番組のですね、いわゆる生放送とか、まあ、コメンテーターとかもやるようなね、人なんですよね。はい。ということは何かっていうと、世の中だったりとか、テレビを作る側もですね、フワちゃんさんに関して安心しきって任せてるわけなんですね。はい。つまり安心してるっていうのはどういうことかっていうと、変なこと言わないってことですよ。本当に変なことは絶対言わないっていうふうに安心してるからこそ生放送の情報番組のコメンテーターとかやらしてるわけなんですよね。はい。まあ、だから別に爆弾発言を実はするやつでもなければ、本当の意味で突飛なことをするやつでもないと。はい。つまりもう完全に計算尽くされた枠の中でそうっぽく見せてるだけだっていうんですね。はい。枠の中でなんかすごいやりたい方でやっちゃいますよみたいな、その枠の中でそう見せてるだけだと言うんですね。はい。で、さらに伊集院さんはこんなことも言うわけですよ。うん。
それは何かっていうとですね、俺たち老害世代がっていうですね、はい。まあ、伊集院さんって多分50代とかなのかな、わかんないですけども、そんくらいだと思うんですけど、俺たち老害世代が、あいつに対して何か言い返すことは、とてもかっこ悪いっていうことで、外堀が埋まっちゃってるっていうんですね。はい。だから、例えば、フワちゃんさんがですね、ヒロミさんに対して、おい、ヒロミーって言っても、ヒロミさんはですね、それを寛大に返すしかないと。はい。なぜならば、ここでですね、フワちゃんにですね、そのね、その呼び捨てされたですね、いわゆるその、まあ、伊集院さん曰く老害世代ですか？はい。が言い返したとしたら、あ、なんか、逆に空気読めてないよね。逆になんかフワちゃんにああいうこと言うなんて、なんかね、これだから老害はみたいになるよね、みたいな、そういう空気感が出来上がっちゃってるんですよね。はい。つまり、そのフワちゃんに対して失礼だっていうやつの方が空気が読めてないみたいな。ね。これが新しい時代なんだ。これがフワちゃんなんだ。フワちゃんを否定するのダメじゃないみたいな。そういった空気感がこう世の中に蔓延しちゃってると。はい。で、フワちゃん自身もそういう風な空気感が世の中に出来上がっていて、外堀が埋まっていて、絶対にその相手が自分に対して切れてきたりしない。お前呼び捨てにするのは何事だみたいな、いう風に言わないっていうですね、その、まあ、フワちゃんも確信のもとを言ってると。はい。だからこそ、フワちゃんは全部を計算してるっていうんですね。はい。でですね、さらにですね、伊集院さんはですね、こうも言いました。はい。ドイツもコエックスももう別れよと。ね。あいつは成功者だよって言うんですね。うん。ね、俺なんて足元にも及ばないくらいの成功者が弱者のふりして俺をいじってきてるだけなんだよとね、いうこと言うんですね。まあ、ただこういう風にしてフワちゃんを批判したら、また俺がね、今度は非難されるんですけどね、っていう風に言うわけですね。はい。まあ、確かにフワちゃんって成功者ですよね、完全に。うん。完全なる成功者が弱者のふりして空気読めないバカな若い女の子ですよ、みたいなふりしてるけど、いやいや、めちゃくちゃ計算され尽くした、ただの成功者だからとね。はい。で、さらにですね、フワちゃんに関してはこんな言い方もしました。もはやですね、フワちゃんっていうのは、フワちゃんらしい行動をするタレントでしかなくてですね、発言も予定調和だっていう風にですね、批判してるんですね。うん。まあでも確かにそうですよね。確かにフワちゃんって本当の意味でとんでもないことって言いませんもんね、なんか。うん。なんか本当に元気で明るい、うん、空気読めてない子っていう雰囲気出してますけども、それは あくまでこう範囲の中での空気読めてなさっていうんですか、笑いになる程度っていうか、その場が成立する程度の空気読めなさであって、本当の意味での空気の読めない態度はしないですよね。例えばですけども、スタジオで収録中に急に立ち上がってね、スタジオ出てっちゃうとかね、なんか、うん。ここまでの空気の読めなさはないじゃないですか。こう放送に乗っかレベルの空気の読めなさしか出さないっていうね。はい。で、この辺に関してですね、伊集院さんは、あいつは全部計算でやってるんだと、気づけと世の中とね。はい。空気読めないふりとかをしてんじゃないよというふうにね、フワちゃんにね、うん、言うわけなんですよ。うん。で、さらに言えば、そういったフワちゃんのですね、まあ、手のひらの上に乗っかってですね、転がされるような形で、フワちゃんのことをですね、まあ、批判することは許されないみたいな。うん。フワちゃんに怒ったりしたら逆に空気を読めてないやつみたいになるみたいなね。はい。そういったですね、その空気感が蔓延してる世の中についても、やはりね、どうしても納得いかないと。はい。変にですね、フワちゃんにね、怒ったりとかしたら、世間を全員敵に回してしまうと。ね。そういう状況がもう世の中に出来上がってる。その上でフワちゃんはああいう風にやってるんだと。はい。っていうことをですね、伊集院さんが、まあ、がっつり批判したということですね。はい。まあ、以上がですね、まずはニュースの内容となっております。じゃあ、ここからですね、何がわかるのかという話なんですけども、うん。まあ、まずですね、僕としてはですね、伊集院さんの言うことは最もだなっていうふうに思いました。はい。というのは何かっていうとですね、そもそもなんですけど、誰かをいじられるっていうのはですね、信頼関係のもとに成り立ってるんですよね。はい。まあ、これはですね、僕ら一般の社会でもそうだと思うんですけども、仲のいいですね、いつも一緒にいるメンバーからですね、おい、バカ何やってんだよ、お前って言われても、別にね、それに対して怒ったりね、腹立ったりしないじゃないですか。うるせえな、お前みたいな感じね、こっちも軽口叩いて言い返してとかできるじゃないですか。でも、全然初対面くらいのやつにですよ、お前バカだな、何やってんだよって言われたら、もうたまにカチンってきますよね。カチンって。うん。つまり、その、いじられるっていうのは、信頼関係があってからこそなんですよね。だから、芸人さんたちがわーって言い合っていじってるのを見て、あれはいじめだというのは違うんですよ。あの人たちは、信頼関係の上で成り立ってるわけなんですね。はい。で、それでいくと、その、フワちゃんと伊集院さんっていうのは、まあ、言ってみたら信頼関係が成り立ってないんですよ。特に今回の発言を見るに、伊集院さんはですね、完全にフワちゃんのことを、まあ、嫌いっていうのもあれですけど、信頼感があるとは思えないじゃないですか。うん。ね、そういう風に信頼関係が成り立ってないにもかかわらず、こういう風にフワちゃんから雑ないじりをされましたとね。でも雑ないじりをされたとしても、じゃあここに対して自分がね、変に怒ってしまったりとか、それを批判したらですね、それはなんか伊集院空気読めてないな、フワちゃんに本気で怒るなんてみたいな空気が世の中に蔓延してるから、結局伊集院さん側はね、それを注意することはできないと。ね、受け入れるしかないと。ね、だからイライラをこう自分の中にね、押し込めるしかないという状況なわけじゃないですか。うん。で、それはね、確かにすごく僕はあると
ると思うんですよね。うん。で、実際ね、これもね、実際僕の実社会っていうんですが、で、もうあると思うんですよ。うん。あるじゃないですか。皆さんちょっと学生時代とか思い返してみてくださいよ。ね。なんか男子でね、なんかその、すごいガサツな人間とかがですよ。なんか、同じクラスの男子をですね、ちょっと強めにみんなの前でいじったりとかしてですよ。うん。で、それで、みんなも笑ってるみたいな。で、いじってるそいつも笑ってるみたいな。でも、いじられてる側は、本当は、こいつにそんなこと言われたくないな、傷つくなって思ってるわけですよ。うん。でも、ここで笑っとかないと周りの空気をね、崩してしまうから、ここで自分が、おい、ふざけんなお前、なんだそんなこと言うなんて失礼じゃないかっていう風に怒ったりとかしたら、逆にその空気、クラスの空気が、え?誰々君別にふざけて言ってるだけじゃん。何本気で怒ってんの?みたいな。え、なんか怖い。みたいな雰囲気に、なんかクラスの女子とかもね、なっちゃうわけですよ。で、それが分かってるからこそ、そういう風に強めにガンガンいじられた時に、本当は、なんでお前にこんなこと言われないといけないんだよ。俺別にお前とそんな仲良くねえぞ。俺別にお前のこと好きでもねえぞ。みたいに思うんですけども、怒ったら変な空気になっちゃうから、周りが。うん。ね、ああ、そうだね。って言って、こうやって必死でね、作り笑顔して、そこでね、それをこう。受け入れるしかないみたいなね。はい。まさにその状況だと思うんですよね。で、フワちゃんの場合はさらにそれが分かった上でやってるっていうふうに、まあ、伊集院さんも言ってるわけですよ。はい。つまりこの学校で言うんだったら、こいつに、こいつのことをバンバン今強めにいじってるけど、こいつはね、たとえね、本当は心の中で嫌がってたとしても、そこで怒ったら周りの空気が悪くなるって分かってるから、俺のこのいじりを受け入れるしかないんだなっていうふうに分かった上でやってるって言ってるんですね。はい。まあ、ぶっちゃけね、僕もフワちゃんってすごい賢い方だと思うんで、そういうのが全部分かった上で、本当の意味で空気を読まないことはしないっていう上でやってると思うんで、まあ、なのでですね、僕としてはなんかこう全面的に伊集院さんの言うことはですね、賛成かなっていう感じがします。うん。で、何より僕がね、最後に一個だけ言いたい、これが何が怖いかっていうと、フワちゃんを否定することはですね、今の時代を否定することみたいな雰囲気になってるのはすごい怖いことだと思います。はい。これは一種の同調圧力と一緒ですからね。はい。普通に考えですよ、あんな自分より10も20も年下の女の子にタメ口聞かれたらですね、怒ったっていいじゃないですか。別にね、怒る人がいても何にもおかしくないですよ。それは普通じゃないですか。で、世の中の常識ですよ。怒る人がいてもおかしくないですよ。でも、怒っちゃいけないっていう空気が蔓延してるっていうね。はい。それは僕はすごい怖いことなんじゃないかって思いました。だから僕はフワちゃんを受け入れる人もね、正解だし、怒る人も正解。どっちも正解なんですよ。どっちもいいんですよ。どっちもあっていいんですよ。でも今は、フワちゃんを怒ることはもう悪だ。ね。不正解だっていう雰囲気になっちゃってるのが、僕はやっぱり怖いなっていうふうに思いました。はい。というわけでですね、今日はこの辺で終わりますね。この話にですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価チャンネル登録とコメントだったらね、ぜひお願いします。どうもありがとうございました。